あ、なんか鳴ってんな。誰よ。私じゃありません。え、なんかこれデジャブ。それな、まさか天音くんまた炎上してないですよ。確かに鳴っているのは僕のスマホですけど。なんでこんなに鳴ってんの。いえ、心当たりがな。え、なになに。不適切な発言して SNS 燃えた。だから炎上じゃないって言ってるでしょう。社長からの連絡でした。ああ、通知108件いますよね、トーク細切れで送ってくる人。ああ、それで内容はなんて。おい、そこの兄ちゃんたち。お、すみませんすみません、顔がいいのは生まれつきなんです。ってなんだ、みちるくんじゃん。本当だ、みちるくんじゃん。もうエリックくんたら、どこの不良と間違えたんですか。そうですよ、どう見たってみちるくんじゃないですか。ってみちるくん、そんなに驚くこと。そりゃ驚くよ、だってここ令和。何を言うつもりですか。過去から来た人間に未来の話を振るのはご法度ですよ。過去が改変され、因果律に矛盾が生じ、タイムパラドックスが起こるとか起こらないとか。天音くん、意外と SF 詳しいね。でも、なんでこの時代にみちるくんがいるんだよ。てか、本当にみちるくんなの。いや、どう見てもみちるくんだったけど、仮にみちるくんじゃなかったとして、誰が何のために。社長の仕業とか。社長を何だと思ってるんですか。普通の人間にそんなことができるはずないでしょう。ねえ、なんでそんなにコソコソしてるの。